いっぱいあんま食べれないよ、もうしゃがれな、ペーン。おっ、ここが違う。どん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 、あれまたジャイアントくれよ。え、ほんとそう、うん、してねえよ。うん、肉食わよ。ササミだよ。これだけは裏切ったな。ピーマンやったんだから、全然ササミ。どうもお邪魔でした。ありがとうございます。持ってくんじゃねえよ。セカンドストリートのゆうきでーす。こんにちは。こんにちは。本日は一人飲み企画。イエーイ。っていうわけじゃなくて、達也さんが遅刻してるだけで電車をね間違えたようで、全然違う方向に行ってて、よく40分、1時間弱ぐらい遅れるっぽいんで、今ね野毛に来てるんですけど、拓也さんはなぜか東京テレポートの方に行ってたのかな、うん、わけがわからないんですけど、多分乗り換えミスったんだ。乗り換えをミスってくれてるんで、僕たちは酒に始めてます。もうハイボール飲んでます。そしてなんか注文してます。ということで本日は神奈川は桜木町野毛のピオシティっていう、あのちょっと地下にある地下街がね、地下街が昼ぐらいから結構センベロのお店が多かった。うん、じゃあ早速行きましょう。まあどうせ切り替えます、うちらが着いたところから来てます。うん、切り替えます。じゃあ1軒目、達也いないけどいただきます。あ、グラスの下がいいね。うん、あ、うまっ。うまそう、強め。うわ、いただきます。さすがさん、メンマ食べれないんで。でもこれ、美味しそうだね。これは食べてみたら美味しそう。辛い、青と言って強め。あ、違う、それは、うん、うまっ、美味しい。ニラがいいね。なんか味噌で味付けされてるっぽいから、これも言ってみます。一人飲み系 YouTuber やゆるきさん、おしゃれな。うん、十分このままでも。美味しい？うん。うまっ。うまいね、うん、このまま全然いける。うん。あ、ちょっとでも辛い。けど、このちょっとピリがいいかも。うん。青唐辛子、さっぱりした辛さだから。これ、おかわりをいただきたいです。うん、このおかわりシューハイでいいですかね。あ、これは今日 1.5 倍入ってて、もう2杯目から209円に入れちゃいます。あ、へえ。じゃあ私はじゃあそれにします。はい、僕はハイボールを。ハイボールで、はい、マッキーボールシューハイもいただきました。ありがとうございます。で、こういうの頑張って一口で行きたい人だ。うわ、熱っ。だって感想熱ない。いい感じ。めっちゃうまい、これ。やばい、待って、お酒来るの待っとけばよかった。全然邪魔しない。あん肝がそのシューマイの味を消すぐらいとかじゃない。シューマイもあるけど、うん、ちゃんとあん肝の美味しさもしっかり。うん、へー、うーん、まっ。うわっ、うわ、なんすごい、これ色。初めて見た。すごい。これが糸よりだ。これがうちのおかわり。あ、すごい、めっちゃ入ってる。 1.5 倍あるからちょっと楽しめますね。ね、それで200円ぐらいやろ。うん、でこれを潰します。いただきます。美味しそう。うわっ、糸よりうまっ。弾力がすごい詰まってる。うん、ちょっと臭みないね。うん、いや、このグラス本当いい。この薄さいい。そう、わかる。ハイボールとかも薄いけど、薄いほどいいから。うん、あ、そうなんや。グラスはそれがうまい。そうなんだ。なんか歯で割れるんじゃないかっていうぐらいの薄さがいいから。で、このしみしみあげて。香った。うわ、うめ、うめ、うま、うまい。なんこれ、揚げてるのにちょっとやっぱ大根のあっさり感が強いから。うん、すごいね、中ホクッとしてるのに、うん、外がカリッカリ。うん、本当すみません。いやー、あと取り付いて電車難しい。やっぱさ、いやいや、結構簡単やで。
半泣きになってたもん。達也でーす。達也達也。水準選ぶと思ったら。水準もあるの？本当にごめんなさい。達也で1時間来れるところ2時間かけて来てるからね。おかしい。大阪まで行けちゃうねん。2時間。確かに。あ、これは大根のおでんの。大根のおでんは。辛い。そこに辛いつけてたからね、お二人は。もう分かんない。今度から誰かついてきてほしい。はい、もやしナムル。これ何でも出てくるの早いね。え、言ったこの前の話。うん、まだ言ってない。達也と指原が行きたいお店が、まあ、混んでたわけよ。でももうお肉の気分だったから、うん、あの定食屋さんあるじゃん、お肉屋さんの、はいはい、で、うん、いっぱいだったから目の前にあったっあそこでなんていうお店かな、うん、私許せないんだ、あそこの焼肉屋さん。なんで夜定食っていうのがあって、あ、まあ15分ぐらいで言っても出てくるかなと思う、うん、自分たち焼かなきゃいけないしね、もう大阪の肉だから焼いてくる、来るわけじゃないんや。そうそうそう、だから5分10分かなって私はイメージ、まあ、長くても15分ぐらいかなとか思って、もう出てくるかなとか思ってたんだけど、達也と指原よりも先に入ってたお客さんがね、もう肉これぐらいも飲んでるわけよ、うん、でもまだね、来てなかったの。髪もまだなんか交換されて、なんか来てない、おやおやと思ってて、で15分経ってもうなんか出てくる気配がないから、指原がどれくらいかかりますかって言ったら、あと10分ぐらいはちょっとかかりますって。まだ作ってないんでみたいな。ええって、回答から始めてんの。えなんかまあ他のオーダーとかもあったっぽいんだけど、まあ、先になったらまあかかるって言われればうちらもよかったんだけど、あ、時間ないんでごめんなさいってね、言えばね、うん、定食に25分もかかるお店もう無理だと思って、ごめんなさいって言って出て、あれさ、ごめんなさいって言わなかったけどね。出て、もともとの目的のご飯屋さんにちょっと戻ってみたの、はいはい、そして空いてたの、うん、だから入ったの、うん、2分で出てきた、うん、座って行ってました。あそこはもう早い。あそこは早いから、でも焼いてもう立つやと10分後に2人とも食べ終わって、あそこは早いから、もうこれだよこれ。待ってるのかな、最初からここはね、何がいいってね、グラスがいい。どうぞ、うん、俺も言ったんよ、本当同じこと言うね、でしょ、すごいね2人。もう酒飲みはそうだ。薄さがいいよな、うん、このグラスがいい。薄いなら薄いだけど、もう割れるぐらい薄いから薄い方がいいから、ハイボールとか炭酸系はすごいね、本当に。もう酒のあれだけ合うんだな、うんうん、酒と食がね。もうおっさんやけどね、こんなもうグラスの言葉で言い始めるってやばい。おっさんじゃないよ、おっさんじゃない。でもね、そっち側の店にいらっしゃる方が、ちょうどセカストって言ってくれる男性の方が、セカストさん、うわ、飲みに来たって言ってくれる。あ、でも男性なんか爽やかな感じだよね。今度会った人さ、ちょっと奢ってもらおう、一杯。奢ってあげようじゃないんだ。住所見たけど、飲まないの。メンズ男かい。女はいいのよ。初めての日記でーす。いや、すごいじゃん。わー、すごい。すりたい。いや、もう美味しそう。あー、もう十分すぎます。優しい。これをですね、皆さん。うまそう。こうやってやってね、うん、叩いちゃった。うわ、あんたもいる、これ。なんだっけ、一回やってみれば、一回やってみる、うん、なんか沈む感じで、え、どっか飛んでたよ。これ絶対うまいと思う。考案しちゃってる、絶対合う。あ、考案しちゃってる。いただきます。水神ソーダの青じそを叩いて入れたやつ。ダサいな。叩いて笑った。笑った。あ、いい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 。いいよ。鼻詰まってるのがちょっと分かんないけど、おいしい。ほら見て。これ引きちぎれる。ね、はしたなくて。私ははしたない。これ出してもったいないね。これすすりたいね。すすればいいよ。すすればいいじゃん。何だ。何だ。すすればいいじゃん。すすればいいじゃん。ありがとう。じゃあいただきます。こぼさないでよ。うわうまお前、こっちに口あるんかっていうからそっちに向けるな。
これ懐かしい味懐かしい味タサのお父さんよくこういうの作ってくれたんだよ。全部ほぐしてくれてくれた。タサのお父さん両手開こうと思ったんだけど失敗してやめたんだ。気まずい。しかも初っ端から両手やったんや。まだ小料理屋とかから始めんや。あ、じゃあ両手というかちょっと和食料理屋さん。料理屋さん。はいはいはい。居酒屋とかじゃなくて、憩いの場っていうお店を出そうとしてて、大将さんも、たつはなんか好きだけど、料理ばっかりさ最低、息子最低やな好きじゃない料理ばっかりさなんか食べてみろって言われてさママはいいじゃんいいじゃんお母さん絶対やめてもうさ、お母さんの家族やっけ正直よね、たつはお前も相当やばい、人のお母さんやべえよなっていうお前もまあまあやべえから絶対言っててさあんまり人様の母さんをやべえなって言わんよ思っててもいいわでもさ感じてるでしょやべえって感じてるけどやっぱ達也のお母さんいい意味でね好きな意味でね破天荒というかねでもお母さんに言ったの私スイスに行きたい、うん、何しに行ったの私選択肢を増やしたいって言ったんですよ、うん何の選択肢私生まれた選択肢生まれるという選択肢はなかったけどでもいつ死ねるっていう選択肢を持ちたい大激怒あんた何を言ってるのかわからない私ってずっとそうですよでも達也のこうほげってもお母さんからさ入ってんじゃないですかなんかその2丁目が原因じゃない気がしてきたハンドオーバーとかじゃない気がしてきたなんか達也のお母さんお前さっきは遠回しに達也のお母さんに失礼なこともあんま言ってるからね大好きなんだよねあのはいごちそうさまですせーのまずねまずねまずね9086円ぐらいでしたにこのバットを置いたりするんですけど飲み物の後ろにバットの本数が書いてあって、うん、でこっからだったらマックス4杯飲めるんですけど、うん、生ビールとかだと2本使うんでマックス2杯使う、でプラスでおでんか豚のチームの盛り合わせが飲めるっていう感じです僕ね、トマトチュー入ってこれで炭酸入ってないですか炭酸のやつなんですけど、買えますかあ、どうですかトマト入りいけますよ、はい、あ、じゃあ私もトマト僕、トマト入りがいいです3つで他は飲み物じゃなくて、この早出しメニューも、うん、このバットと交換1本でこのやつ、変えられるんじゃなかったね1本でいけるんですかはいめっちゃ安ないいいね、なんかバットでいたれど、やったれど、もっといたれこれ保ちますはい、ありがとうございますはい、お疲れ様この最強組み合わせゆうきさんから聞いてねって言ったらなんかさ達也ゆうきさんじゃないって言ってたあ前このブラックペッパー俺だよ絶対俺だよ絶対俺だよでも私ゆうきさんから聞いてこれほんとハマったもんじゃあ達也はじゃあゆうきに言ったんだうん違うこれは俺達也は絶対ゆうきに言ったんだ違うな私なんでこれタバスコ入れてたのそうだよそれも俺で、うん、それもゆうきさんがそれはうまいもんなって絶対言った俺でようん、ゆうきさんが多分本当に言った気がするあれは関わってくんじゃねえよ関わってくるのは悪口で関わらせて関わらせてお前関わってくんじゃねえよお願いもねえいサルン今で全部使ってくださいサルンうんうまいニンニク丸揚げがあるよ見てほらやっぱそのさっきやったんだよ関わってくんじゃねえよ疲労回復お前はそれ最初に言ってんだよ関わってくんじゃねえよ全部使ってくださいそのおでんのおでんと新盛りの方で、こんなすがらしで溶いたお召し上がりください素晴らしいいただきます会計が1,452円うわっうまいポテトサラダと牛すじ醤油です最高だよこんなのやばポテトサラダいるどこにいるのいたいたポテトサラダ正解かうまちゃんと梅すじじゃん腹立ってきた腹立ってきたやめて空気壊すからお前も遅刻してる時点で空気壊してねえやわざとじゃない、うんよくないよ、謝ったよなんでだよちょっと食べてみようか揚げ玉が入ってるうん
このベーコン一丸ごと入ってますはいやはいやおいしいこれ、うん、うん、好きな味だ。結構罪悪感たっぷり系あれやどうぞに関してさすぐ乗っかるのそのくせやばいよマジで私も言いそうになったけどケガがいいです。あの規則正しく生活すると毎日起きてこの時期をかけるっていうね。あらえこげてんだすぐよ人が変わってる。でも今だけだよ。洗濯物もあの指原があのくれたやつあるし洗濯の あのバッグやっぱ使ってくれるよね。なんかもうなんかシルバーみたいな。あのバッグが溜まったらやる、絶対やるっていう。へえ。溜まんなくてもやれよ。家政婦が欲しいです。でもなんかイケメンの男の家政婦って条件付きやってない。でもそういう別になんかあのそういうあれよ、そんなあの下的なことは一切やらなくてもいい。当たり前その家政婦のなんで下のことまでしてんの。私下やってあげるから家政婦してると思う。チェックさせてあげるから。どうも上からや。熱々揚げと激豚足のニンニクです。はい、うわーめっちゃコラーゲン。激豚足ってこんなトロトロになるんだね。豚足ってもっとなんかさグルンってしてるけどこの泥うんうんだよドロドロ、うん、どうみんな幸せに来てる早く飲んで。何がうっせな、お前先に飲んだから。だってさ、見て、サッシも終わってるもんね。いいだろ、別にゆっくり飲ませろよ。ねね、おっそ変わってこないね。3人4400円ですね。ちょっと頼んで、1000ミリプラスホームベース。はい、ごちそうさまでした。ハイボール。ハイボール。あートマトハイはないもんね。トマトハイいいですよ。大丈夫ですよ。え、マジで？マジです。じゃあトマトハイ。今日私のトマトハイ。はい。すごいじゃん。ケツイタモヨシって気になるんだけど、ケツイタモヨシ食べたい。一回来るの食べ終わってからにすれば小腹になるから。そうして。小池さんも食べれないよもう。おって。しゃがれやな。ペーン。トントンすなトントン。なのにとちゃんタン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 今映ってましたちゃんと私が今ちなみにとってもゆうきさんは酔っ払うとあの暴力的になりますから。そうです、気をつけてください皆さん。気をつけてください皆さん。言ったことねえわ。ありがとうございます。トマトハイを2つです。今ブラックペッパー持ってきます。ありがとうございます。これお任せ小鉢3種類今日は分けました。ありがとうございます。ささみとじゃがいもの青のり塩バターソテーときくらげポン酢梅ザーサイです。でっかー、大きいこれ待って、大きい大きいんだけど。よいしょ。何大きくやがる。乾杯。イエス。三軒目。まだまだいける。うん。大きくだけだ。私これ食べたい。早い。お芋。食べたい。指で。これ何？これ何？チーズ。ささみ？ささみとなんとかチーズ。バジルだ。あ、なんか海苔塩みたいなね。うん。これ大きいって言っただけで、じゃあ食べなかったの。食えよ。美味しい。なんかね。食えよ。これ大きくない？マジでかい。ガブっていいのかな？ありがとうございます。はい、すいません。この B セットの豚バラネギ塩焼きです。はい、どうぞ。熱いよ。熱いよ。食べたい食べたい。熱いよ。気をつけてって今言ったでしょ。なんでだよ。ずらしてって立山から言ったでしょ。なんでそんな俺の真ん中に置くの？取りたいからでしょ。何？あはねえ、すごいのスキレットでね、うん、熱い、おいしい、うん、あうわなるほどね、ホクホク、うん、熱いってこと、うん、そう食感がね
でもまあ柔らかいって意味ではこういうのがねシャキシャキでしょ。ホクホクってないでもあったかくてホクホクしてるけど狭い足がいいえいいえあいいえ説明してホクホクだな、うん、違うよ。ノンノンノン水分がしっかりだまたジャイアントするよ。え、ほんとそうしてねえよ。ホカホカやろ。もやしのホクホク全否定されるけどでもコメントでも全否定されるかもね。あー確かに。これさ、ささみじゃないチーズ。あえ、ささみだよチーズ。いや、肉だよ。いや、でもチーズだ。え、これチーズだよ。いや、肉だったって俺が食べた時はチーズ。いや、肉よ。チーズ。いや、肉だよ。ささみ。ささみだよ。これだけは裏切ったな、うんうん、これだけは裏切るよな。これはささみよ。チーズだ。え、チーズなんやと思ったけど、全然ささみ。これはチーズ。小鉢だからおすすめね。すいません。味覚やばいやん。たくやさん。ほんと？で、食感がもうささみやん、うん。こういうチーズあるじゃん。これってチーズですか、はい、トマトですか。ささみですよね。ささみとじゃがいも。なんかチーズだと思ってた。じゃあチーズです。いや絶対ささみです。じゃあチーズです。すいません。チーズだって。いや私とゆきさんがやっぱ正しかったね。うん。いや笑ったな、はい、今週一笑ったもん。今日からやけど今週あ、今週今のところいかがでした。今週一おもろかった。いいよ続けて。また明日も乗り越えるぐらい笑かしてね、できることそういう気持ちでやっていこう。みんなお互いにこう笑かそうと思って、はい、ありがとうございます。はい、じゃあトマトハイとゴリゴリってきました。ありがとうございます。嬉しい。壊した。そこまで笑える方です。そこまで笑えるのではない。いや結構おもろいよ。うわーでかっ、はい、こんなもらえる、はい、トマト入る、はい、あざっす。お味噌持ってるのもらった。いいか、あげてよ。見てもらえよ。関わってくんじゃねえよ。なんでやってねえよ。チーズとその目の分別も使うくせに。どうぞ。いただきます。僕も短編焼き得意料理なんですよ。どっちが美味しいでしょう。ありがとう。ありがとうございます。あ、そうや。友達じゃないんだろ。でもほら昔やっぱ知り合いだけど、やっぱなんか知り合いになったら名前は。まだ、ね、うん、ちゃんとなんかとろってしてるね。うまい。食べよ。うん、キャベツも甘い。酔っ払いちゃった、酔っ払いちゃった、酔っ払いちゃった。酔っ払って、酔っ払って。でも確かにゆきさんって酔っ払うとなんかもうマジすごいよね。なんか達也とそんな千鳥屋系にはなんないけどさ、ほんと究極までいかんと。究極いくと千鳥屋になるけどね。なんかゆきさん割と早めからもうちょっと様子おかしくなる。で達也割と意識はっきりして千鳥屋みたいな感じ、なんかイメージ。最近うつ病なの。なんか食べたご飯も片付けられないし、洗濯もできないし、それを見てはぁってまた落ち着こめの、人としてもダメだって。あもううつなの今。結構ダメだね。ダメ。前に言われたくねえけどな。でもね、本当にダメなんだ最近。昨日達也で検索したこと、片付けられなくなった人って知らんかな。でそしたらなんて解決策出てたの。うつ病って出たの。あ、本当にリアルにうつ病って出たの。だからなんか、もともと片付けられない人と、片付けられてるのに片付けられなくなった人っていうのが別なんだって。あ、なるほどね。確かにそう言われたらそうかも。普段できてることが急にできなかった自分に。そう、今何でもできない。これじゃ逆に鬱じゃない。普段片付けできなかったのが今できてるから鬱だ。鬱だ。逆鬱。私もう終わっちゃった。どうもご様でした。ありがとうございます。いらっしゃい。いつも見てます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。怖いよ。どこで飲んでるんですか。怖いよ。
このカップルが。撮ってるの見て、だってセクハラしに行こう。嬉しいね。あと1000円、1000円ちょい。そんなある。うん、やられてますけど完全に。手持ってるだけ。こっち痛む。痛い。もう早く帰りたい。え？逆に。いやお前が頼んだよ。それは裏返しの気がしたから。うちらも廊下にさらされるんだ。早く帰りたいと思ってないくせにさ、悪者扱いされてさ、ネタにされてさ、うちらが無理やり立つを伸ばすわけじゃないよね。ありがとうございます。帰りたかったブラックペッパー。そのせいなんだ。次のあの西谷ホルモンもあるから500円かかるけん。ああ、よし。よしまだ飲んでないよね。痛いだからもう閉めろ。本当に痛いマジでマジ痛い強いんだよこいつ多分おかしいよと考えたってもう痛いもん痛いもんおかしいよダメだすごい一ちゃんのつまみだねあんま酔っ払ってない達也が優雅にこうやってストーリー撮るのも悔しいよなこいつらだけ酔っ払ってますみたいなあれそうなの目口の周り汚いくせに言ってくるから休憩です、うん、あの辛いの食べたかったらケツイタ今夜っていうのがおすすめなんでよかったら食べてください今夜、今夜ケツイタ痛くなるやつねそうそう店長が節操内の作りたいって言ってたんで死ぬ死ぬ死ぬ怖いわ逆に耐えてくれるんだったら、うん、あやっぱり店長好みですよねいけるいける待ってましたいつも YouTube 見てるのバイトも見てるみたいな、あメンバーの子？あのバイトの子？今日でね、ちょっとね、最終日なんですけど。ええー。セクハラしようかな。店長もどうぞ。いいじゃん。でも二人ともキッチンなんだよね。私が調理してあげる。あらありがとうございます。じゃあホルモンいきます。おエーペックスの武器は全部手にやったことある？まだっていうシネモアみたいなやつでしょ？なんだっけ？見えないのだからそれは俺が毎回コマーシャル出て毎回噛んじゃってるねん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 ネメシス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 ジェットコースター乗ったかったな富士急のアップ取って行こうよだって立ってる乗れないから面白い逆にお化け屋敷うちら入れないでしょでもジェットコースターだけお化け屋敷入れんだ立ってるごめんなさいそうだよね立ってるジェットコースターただ別に取れなくない多分こうやってやってみるよでもそれでもいいだここつけとくかそれでもいいだ立ってるも続きいいの取れなくないでずっとコロいいよでもマジプロだからやるよだってちゃんとやるのよ鉄骨番長鉄骨番長とか乗れるダメあれはダメだよ高所だからダメああいうの鉄骨番長とかで丸のやつ空中ブランコ空中ブランコ全然ダメジェットコースターとかまだいける全然ダメでもどっちかというとジェットコースターの方がいいやピザーラのやつはピザのもう本当にそれまでもうね達也もう本当にもうなんであれが一番面白いんじゃん三角中枢っていうかあれがダメってことだ三角三半なんだっけ三半なんちゅうかみたいな何が楽しいのか全然わかんないあれだってすごい笑うギラギラ笑うあれこうさそうそうこうやってやったら本当に浮いてるみたいな真顔だったら1000円お金もらえる真顔だったらやってみよう私でも、タツヤの叫ぶ姿で絶対笑う自信があるふゆきは真顔で言えるけど、たぶんタツヤのタツヤの反応見て、たぶん笑って真顔じゃなくなるでもジェットコースターってそれがいいよね友達のリアクションでギラギラ面白くて横にいかにビビるやつがお金かかるでしょお金かかるでしょ、うん、ちゃんとギャグ死ぬと思うな高飛車いけるよちょっとでもこう下向いたりとかしてたらもうこの状態で高飛車っていうのはこう上がって一番最初上がってゆっくりそうそうゆっくりそうそうピューンってでちょっとこういう風になってるあそうそうえぐれてるだけそうそう120ぐらいだけどあれ以外は全然平均あれがダメなんだっけ A じゃないか OK だいいじゃないかもうよくわかんないいいじゃないか乗ったこと何乗ってるか分かってないいいじゃないかでも最初ビビリ私あれダメあのフライトがついてるちょっと前に出たやつあの富士急で天童は乗ったことない自分でぐるぐる回っていくよなこうやって羽を自分で動かして結構つまんじゃないあーおもろいグリーホールみたいなやつグリーホールのお化け屋敷は大体全部メルツお化け屋敷はこれ大体そこだけ列だったよな一回出来になってるからね
はい、ということで最後の乾杯でございます。いや、ここは6000ちょい、7000円、ね、いかなかったぐらい、7000円いかなかった。結構飲んで食べてね、まあまあ、痛い。ということで皆様、花粉症が始まっておりますが、今年も頑張って乗り越えましょう。はい、そしてもうコロナも3月でもうマスクもね解禁になりますので、行きやすい世の中が戻ってくるんではないでしょうか。ということで、あれそのせいだと思ってます、最近体調が悪くなるので。どうぞ。マスクをしすぎで免疫が落ちたんだと思ってます。ああ、そうです。絶対ダメ。はい、ということで私たち乾杯。Yes. そして将来心配で、乾杯。ありがとうございました。さよなら。男は度胸、女は愛嬌、おかまは最強。乾杯、披露、乾杯、将来心配。ブース、アフターブース、ね、背負い投げ。のっけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。